今日の算数の授業はこの問題よ。それじゃあヌーブ君答えてみて。ヌーブ君算数苦手だけど、あの問題わかる？大丈夫、任してよ。15たす10は35だ。これでバッチリでしょ。不正解よ。こんな簡単な問題もわからないの。ヌーブ君ちゃんと計算したのに。先生、僕に任せて。15たす10は当然25だよ。大正解よ。やったー、ヌーブ君もちゃんと勉強した方がいいよ。くっそ。それとこの前のテストを返却するわよ。成績順に返すからね。まずはベーコン。はい。おお、ベーコン君すごい。100点なんか取ったことないよ。次は公平。わーい、80点だ。僕が最下位か、70点くらいかな。最下位のヌーブ0点よ。ヌーブ君まさかの0点か。ちゃんと答案用紙埋めたのに。特にヌーブは本でも読んでちゃんと勉強しなさい。お母さんにテストの報告するの嫌だな。まあまあヌーブ君、0点取ったくらいでお母さんもそんなに怒らないよ。元気出してよ。そうだよね、くよくよしてもしょうがないや。それじゃあまた明日。うん、また明日。ただいま。おかえり。この前のテストはどうだった？実は0点でした。そっか、今日のご飯はテーブルの上に置いとくからね。怒られなくてよかったぜ。ご飯食べようっと。あれ、僕のご飯がキャットフードになってる。こんなの食べれないよ。頭が良くなるまでご飯はキャットフードよ。簡単に頭を良くなれって言うけど、どうすればいいんだ。あれ、頭が良くなる家、全く意味がわからないけど、頭が良くなるなら何でもいいや。お邪魔します。なんだろう、誰もいないな。本だけあるけど。そういえば先生は本を読めって言ってたよな。もしかしてこの本を読んだら頭が良くなるのかも。この問題わかる人いるかな。先生、こんな問題誰もわからないよ。僕わかります。ヌーブ君、 15×48 は720だ。すごい、大正解よ。こんなの簡単ですぐにできたよ。いや、ヌーブ君さっきの問題わかるなんて、いつの間に頭が良くなったの？本を読んで勉強したんだ。なんだか少し頭が大きくなってる気がするけど。勉強して脳みそが育ったのかも。そんなことないと思うけど。これからも勉強を頑張るぞ。早速本を読もうっと。テストの返却するわよ。今回のテストの100点はヌーブ。やった。もう僕よりも頭が良くなっちゃったね。今度は僕が0点取っちゃった。僕が100点を取ってすごいと思った人はチャンネル登録よろしくね。今日のテスト結果はどうだったの？なんと100点だったよ。すごいわ、やればできる子なのよ。まあね、これからももっと頭を良くするよ。今日はあなたの大好物ばかりよ。わーい、頭が良くなるってすごいいいな。今日も頑張って頭を良くするぞ。頭が大きすぎて動けないよ。おい化け物、お前を退治して町の安全を絶対に守る。僕は化け物じゃないです。ただ頭が大きくなっただけなんです。普通の人間がこんなに頭が大きくなるわけないだろ。ちょっと待ってください。公平。なんだお前は、この化け物の味方か？違うんです、ヌーブ君は化け物じゃありません。今はちょっと頭が大きくなってるけど、僕の友達なんです。そんなこと信じられるか。僕が何とかするんで、少し時間をください。本当に元は人間なのか証明してみよう。
はい、もちろんです。公平助けて。うん、絶対助けるよ。今からヌーブ君の頭の中に入って、こんなに頭が大きくなった原因を突き止めるから。頼むよ。覚悟はいい？うん。トウ！おお、ここがヌーブ君の頭の中か。なぜか、可愛い女の子が踊ってる。ヌーブ君の女の子のタイプは、こういう子なんだ。いろいろプライバシーを見ちゃって申し訳ないな。猫ちゃんがいたり。これは、漫画か。あとはヌーブ君の好きなハンバーガーがあったり、ニャンキャットが置いてると。かっこいい剣もあるな。ヌーブ君頭は良くなったけど、本来は勉強のことなんて一個も考えてないんだ。ドアがあるな。ここは、なんだ？うん？でっかい脳みそに。うわ！あ！脳みそ人間がいる！うわ！こいつらだな。ヌーブ君の原因は、テイ！ヌーブ君の頭を元に戻せ！うわー、怖い！ふぅ、これで討伐完了か？あとはこの大きな脳みそを元に戻すだけなんだけど、剣で切ってもどうしようもないし、どうすればいいんだ？そうだ！こんな時は、爆弾！テイ！ヌーブ君、ヌーブ君しっかりして。あれ、頭が元に戻ったんだ。よかったよヌーブ君、元の頭に戻って。ありがとう、公平は命の恩人だよ。ヌーブ君を無事に元の頭に戻すことができました。ありがとう。イエーイ、今度からはあんな本を読むんじゃなくて一緒に勉強しようよ。うん、そうだね。でも公平もゼロ点取ってなかった。確かに、0点取った2人で勉強してもあんまり意味ないかも。頭のいい人に勉強を教えてもらわないと。うん、そうだね。ベーコンくんに勉強を教えてもらおう。